おはようございます。3月31日、木曜日の朝の電動放送です。はい、レイチェルさん、ヨチムさん、リカルドさん、マナツさん、おはようございます。今日はいい天気です。今日もそんな寒くなくて、すぐ、外配信しやすいです。勝也さん。はい。フィリップさん、おはようございます。それでは、出かけたいと思います。OK。大丈夫。はい。では、出かけましょう。まず、言葉から。3月31日、今日は3月の最後の日ですね。木曜日。起こることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまでに起こったままでいてはいけません。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまでに起こったままでいてはいけません。Don't get so angry that you sin. Don't go to bed.Angry. Don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. 怒るとですね、皆さんも経験あると思うんですけど、怒ると罪を犯しやすい。何ああってこう怒るとですね、何かこう暴力振りや暴言暴力ね。天野さんおはようございます。怒るとですね、何かこうその怒る吐き口というか。八つ当たりみたいなね、怒るとですね、罪を犯しやすい。ですから、怒ることがあったとしても、罪を犯してはいけない。怒ることがあっても、その日が暮れるまで。つまりもう、夜になったらね、イスラエルにとって夜は次の日という意味です。だからもう、午後6時がその日の終わりなんですね。ですから、その日までにもう怒りをやめなさいと。怒り続けてはいけない。怒り続けてはいけない。皆さん、大事なことですよ。その怒りを捨てるというか。はい、ルデヤさん、ございます。怒りを捨てる。怒るに遅くという言葉もあります。聞くに早く。語るに早く。じゃない。聞くに早く。語るに遅く。怒るに遅く。ね。そして、怒りは神の義を。神の義をですね。怒りは神の義を。怒りは神の義を。行わないっていう言葉もあります。今日はいい天気です。ね、今日はいい天気です。ね、花が咲いてきました。教会の花。ですね。この花もちょっとまた咲いてきました。今日はまだ静かですね。街は静かです。今日木曜日ですよね。木曜日ですけど何か静かな感じですね。明日から4月です。ね、明日から4月。田中優さん、おはようございます。今日木曜日ですね。今日木曜日ですね。
ケイちゃんの教会に、穏やかな春の日差しが差し込んでいます。アメン。エイプリルフールはダメですよ、皆さん。4月1日、嘘をつかないようにしましょう。クリスチャンになって、大きく変わることの一つは、嘘をつかないということですね。嘘をつかない。これがクリスチャンとして大事なポイントです。なぜかというと、悪魔は嘘つきだからですね。悪魔は嘘つき。セイタン is a liar. セイタン is a liar. 悪魔は嘘つきっていうね、スローガンがありますけど。ということは、嘘はもちろん罪です。ですから、クリスチャンになって、変わることは嘘をつかなくなるということですね。それから、優しくなるということです。嘘をつかなくなる。優しくなる。これがクリスチャンの一つの特徴になります。悔い改めると、罪を悔い改めると、クリスチャンは嘘をつかなくなる。そして、優しくなりますね。優しくなります。菜の花ですね。菜の花。みんな、桜草。菜の花、桜草。桜草は上から見ると輪っかになるんですね。上から見ると輪っかになります。だいぶ暖かくなって、外配信日和になってきましたね。外配信者にとって、まあ冬はちょっときついね。こう帽子かぶってネットウォーマーをして手袋をしてね、冬は結構きついんですけど。もう今日はやや涼しいですが、手袋はいりません、ね、帽子はいりません、非常にやりやすくなります。太陽も照っていますね、朝日が照っています。これから皆さんしばらく外配信日和です。外配信日より、これから半年ぐらいって言ったらいいでしょうか。半年ぐらい外配信日よりですね。そしてですね、そうですね。今日から桜がですね。桜が咲きますよね。ちょっと桜を見に行きましょうね。だいぶ桜が咲いてるんではないかと思うんですが。今度の日曜日ですね。今度の日曜日、礼拝ライブですが、まあ、天気が良ければ、花見配信をしようかなって考えております。花見配信ですね。まあ、多分、もう毎日のように花見配信できるんですが、日曜日の午後は、LTL のメンバーで、LTL のメンバーで、花見配信をしようかなと考えておりますが、どうなるかわかりません。
今日はいい天気です。今日はいい天気です。そしてですね、あさってですね、あさって土曜日の夜は、チャンネル放送ではなくてユーザー放送で7時から、7時からジーザスレインズジャパン、ミニジーザスレインズジャパン、周回配信をしますね。周回配信、夜の7時からいつも8時なんですけど、土曜日だけ、あさって土曜日は、あさって土曜日はユーザー放送で、ユーザー放送で C から周回配信をします。そうです、ミニジーザスレインズジャパンですね。なぜユーザー放送でするか、チャンネルは人が来ないからですね、チャンネルは人が来ないので、東京でも町田くらいまで来ると青い空が見えるんですね。そうですね、今日は気候がいいです。非常に最高の外配信日和、外配信日和です。気温が良くて、そして空が綺麗で、花が綺麗で、すがすがしいね、まさにこう外配信日和です。カプチーノ乗らないとバッテリーが上がるよ。そうですね、あれはなんかもう売るそうですね、カプチーノは売るそうです。天国は涼しいですか？いやー、もう天国はすごいと思います。天国行ったらもう帰りたくなくなります。売るならくれと言わないんですか？カプチーノは二人乗りだから欲しくないですね。はい、マドンナさん、おはようございます。おはようございます。私の車ではありません。ね、私の車ではありません。少し休憩しております。そうですね、今日のメッセージ行きましょう。今日のメッセージ、そうですね。皆さんがもっともっと解放されて、もっともっと解放されて、もっともっと平安になってほしいです。油注ぎを受けると、平安になります。平安になってですね、まあ、この、なんて言うんでしょうかね。そのいろんなネガティブがなくなってきて、イエス・キリストを思うと、イエス・キリストを思うと、いろんなそのサタンの与えたさまざまなネガティブがなくなっていきます。ぜひ皆さんがもっともっと癒されてほしいのです。もっともっと、もっともっと癒されて、もっともっと癒されて、皆さんがですね、もっとこう、平安を受けてほしい。あ、お茶ありがとうございます。お茶をちょっと、コーヒー持ってきました。
皆さんがもっともっと癒されてほしい。もっともっと癒されてほしい。皆さんは、私はキリスト教です。洗礼も受けてます。アメン。皆さんがもっと癒されてほしい。もっと油注ぎを受けてほしい。そして御言葉を学んで、真理を学んでほしい。皆さんが放送を見るということは、皆さん自身が、癒されて解放するだけではなく、レイチェルさん、癒されたくて。そうです。癒されます。ね、そして、御言葉をしっかり、ね、理解すると、御言葉に留まると、ね、御言葉をしっかり、この心に刻んで、御言葉で、御言葉を考えると、どん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 癒されてきます。サタンはその御言葉じゃなくて、サタンの嘘と言ったらいいでしょうか。御言葉の、御言葉じゃない、御言葉に反する嘘。ね、サタンの言葉と言ったら、ちょっと間違いやすいんですけど、サタンの言葉を入れ込んでいるんですね。そのサタンの言葉が毒なんです。サタンの言葉が毒。で、世の中は、もうサタンの毒が蔓延してるんです。ですから、多くの人はサタンの毒で弱っているんですね。サタンの毒が回っています。ですから、皆さんが、この放送を見て、イエス様の御言葉を聞くということが、毒消しなんですね、毒消し。私も去年、キューちゃんの教会で洗礼を受けて、クリスチャンです。仲良く、よろしくね。アメン。サタンに変なことを入れ込まれてる気がするの。そうなんですよ、レイチェルさん。そうなんです。サタンはですね、もう本当に、この毒をですね、いろんな毒。もういろんな種類の毒をですね、この世の中にこう入れ込んでます。私、クリスチャンでもですね、知らないでね、サタンの毒で弱められているところがあるんです。ですから私たちは、その毒を中和しなきゃいけません。その毒を中和するのが御言葉です。そのイエス様の御言葉を、その、聞くことによって、そのイエス様の御言葉をこう悟ることによって、その、サタンの毒を中和しなければなりません。昨日の夜のタイトルは、すべてのものは神のものというタイトルでしたけれど、それも真理の一つですね。真理の一つ。ああ、そうか。その、自分のものじゃなかったんだ。自分の体は自分のものじゃなかったんだ。神様のものだったんだ。気づいているからまだ救われますか？もちろん、レイチェルさんは救われてます。イエスキリストは信じる者。イエスキリストを受け入れる者。神の御心を行う者は救われているんです。神の御心を行う者は救われています。レイチェルさん、安心してください。ね。救われていることを喜んでください。救いを喜ぶのです。クリスチャンにとって大事なことは、嘘をつかない。優しくなるということも大事ですが。一番大事なことは、ね、イエス様を信じて、救われてるということを信じる。イエス様を信じてるから、救われてるんだ。私は救われてるんだって喜ぶことが大事なんです。救いの確信。救いの確信がとても大事なんです。救いの確信。私は救われている。喜びます。嘘をつきません。イエス様を信じます。そうです。そして、レイチェルさん、ね、救われていることのゆえに、ね、喜ぶんです、ね。私は救われている。私はイエス様のものだ。私はイエス様の弟子だ。イエスキリストに会って喜ぶんです。はっきりするんですね。救いをはっきりさせることです。あ、花がだいぶ咲いてますね。桜、皆さん咲いてますよ。ちょっとお見せしますからね。私たちが喜ぶのは、
イエス様が一緒にいるから喜ぶんです。イエス様のものだから喜ぶんです。イエス様と共にいるから喜ぶんです。ね。綺麗な景色。桜がですね、少し咲いてるところがあります。わお。皆さん満開ではないんですけど、桜咲いてるじゃないですか。もう花見が、花見ができてますよ、皆さん。もう花見ができてますよ。花見ができてます。今日は花見配信しますか。まだ桜、綺麗なとこあるかもしれません。じゃあちょっと、今日は、桜を見に行きましょう。ちょっと早く、花見配信。まだ桜咲いてるとこあるかな？桜咲いてるところ。あ、ちょっとありますね。ちょっとあります。花見は霊的にいいものですか？もうお酒飲んでどんちゃん騒ぎするのは良くないですね。お酒飲んでどんちゃん騒ぎは良くない。しかし、まあ、信仰にあって神様にね、神様に感謝するような、怖いですね、ここは。どうですか？この辺は八分咲きですよね。この辺いいですね。いや、もうほとんど花見配信。もうほとんど花見配信ですね。もうほとんど花見配信という感じですね。そうですね。なんか青空とピンクの桜が、だからマッチしますね。この、ちょっとここに座りましょう。はい、ちょっとベンチで、青空とね、青空とピンクの花がマッチします。はい、もう花見配信、今日はちょっと花見配信という感じで、偶像崇拝は愚かだなと思いました。偶像崇拝は愚かだなと思いました。アメン。アメン。
その桜、桜は、まあ、天国気分の花ですね。キューちゃんと花の絵は心が現れます。桜はですね、天国を表す。天国を表し、またリバイバルを表すと思います。桜を見て天国を思いましょう。そして、桜を見てですね、リバイバルを、ね、待ち望みましょう。桜とリバイバル、ね、桜と天国。皆さん、この世は地獄かもしれません。この世は辛いことばかり、サタンの毒ばかり。サタンの毒によって多くの人は地獄のような苦しみ、地獄のような苦しみで苦しんでいます。しかし、我が家では賛美歌を垂れ流しにしております。素晴らしい、素晴らしい。田中さんの家は、ね、天国です。田中さんの家は天国です。桜の木の下で天国ポイントもらえますか？信仰で、信仰ですることは天国ポイントがつきます。信仰的な皆さんが、皆さんがですね、信仰でこの放送を見てるならば天国ポイントつきますよ。天国ポイントつきます。たまに歯医者に行くと賛美歌が流れます。じゃあクリスチャン、クリスチャンですかね。クリスチャンの歯医者時々ありますからね。私も歯医者やってる時はですね、賛美歌流しました。賛美歌流して、また信仰的な本をですね、待合室に置きました。最近通勤途中よく貧血になり待っています。ああ、そうですか。それはちょっと大変です。ちょっと失礼します。もう放送やめたいと思ったことはありますか？あんまりないですね。あんまりないです。まあ、その、苦しんで放送してるという感じじゃなくて、まあ、どっちかというと楽しんで放送してる、楽しんで放送してるという感じです。日本のリバイバルはすでに始まっています。イエス様に感謝しています。リスナーの皆さんが救われますように、アメン。最近イエス様と飛びたいと思い始めました。アメン。アンチコメントもありますが、キューちゃんのおかげで救われた方もいますよ。アメン、アメン。神父さんは結婚できないのはなぜですか？牧師、プロテスタントの牧師は結婚しても OK です。聖書の中にね、独身の方がベターと書いてあるので、それでカトリックの神父は結婚しないんだと思います。ギャンブルはサタンが作った。そうですね。ギャンブルもサタンの罠ですね。ギャンブルもサタンの罠です。イエス様が常にそばにいらっしゃると感じています。なので一人でも寂しくありません。アメン。そうですね。イエス様が一緒にいると寂しくありません。牧師様のおかげで清々しい朝を迎えることができました。皆さん、この放送はオアシスでもあります。霊的なオアシス。この世はサタンの毒で蔓延しています。その毒の世界から私たちは守られる必要があります。必要があります。私たちは本当の薬、本当の薬を飲む必要があります。
イエス様の話は霊的な薬、御言葉は霊的な薬です。その霊的な薬を飲むことによって毒消しをしなければなりません。毒を中和する必要があります。どうして福音派からカリスマへと独立する必要があったのですか。油注ぎを感じたからですね。油注ぎを感じました。太陽や自然の恵みもイエス様、神様からの恵みなのですか。その通りです。その通りですよ。すべてが神様の恵み、すべてが神様の恵みです。向こうにも桜があるみたいなので、向こうの方行ってみましょうね。月曜日に結婚式してきました。外国のおじいちゃんで優しい牧師さんでした。そうですか。最初は信じていなかったのですが、油注ぎを感じたことによって信じました。アメン。アメン。サタンは私たちの思いに悪い思いを囁いています。注意します。イエス様は引き下がれサタンと、おっしゃいました。牧師って何ですか？牧師はですね、まあ、教会で、そのクリスチャンの人たちを、まあ、教えるというか、ここにも桜がありました。ここにも桜がですね、本当にいいですね。もう花見が十分できるような、いやー、だいぶ咲いてますね。もう八分咲きでしょうかね。本当にもうだいぶ咲いています。春の暖かな天候、神の恵みだと思い、そして牧師様に会えたことを感謝します。キューちゃんは放送外でしんちゃんの悩み相談に奔走されています。昼寝なんてしません。そうですね。昼寝はしてないですね。もう花見ができますね。もう。今日、明日、明後日、ずっと、花見、花見放送。これから一週間ぐらいは、花見放送ができそうですね。ここも桜がたくさんありますね。おはようございます。ご苦労様です。ここも桜がありますし、ちょっとどうやってお見せしようかな。ちょっと待ってくださいね。ここにちょっと桜を見ることができます。
久しぶりに、ここに来ました。ここは、いつもの、何でしょうか、ね。いつもの特等席ですね。ここはいつもの特等席です。神に許された牧師様は温かな光を感じるように思われます。私もいつか許されるのでしょうか。今信じて許されます。今イエス・キリストを信じて許されます。今信じましょう。そうすれば今癒されます。今許されます。今許されます。今信じましょう。今信じれば今癒されます。今癒されます。はい。それではですね。それでは、コーヒーまだあります。じゃあ、証し行きましょう。イエス様は太陽の光よりも眩しく輝いておられたとパウロが言いました。罪を背負いで生きていきます。いや、罪は、取ってもらいましょう。罪を背負い続けてはいけません。罪を下ろすのです。イエス様に罪を背負っていただきましょう。証し行きましょう。イエス様を信じて。イエス様を信じて。自分の心の中の毒を中和してもらった証し。イエス様を信じて。サタンの毒をイエス様の血によって、また御言葉によって、中和してもらった証し。スタート。スタート。イエス様を信じて平安になった証。イエス様を信じて平安になった証、スタート。罪を悔い改めたことによって、体に解放感が満ち溢れました。アメン。罪を悔い改めたことによって、体に解放感が満ち溢れました。素晴らしい。素晴らしい。はい、あーくん、おはようございます。秋葉で聖書を音読してる子がいたから、聞いた。素晴らしい。キーちゃんの子、この伝道が伝わらなくても、皆に平安が訪れてほしい。日曜日の桜配信楽しみにしています。いつか許される日が来ると思い、イエス様の教えを牧師様から学びたいと思います。サッチャさん、今信じて、今許されてください。今、罪を悔い改めて、今信じて、今許されてください。今許されます。伸ばさないでください。今信じましょう。今信じる決心をするんです。そして許されると信じるんです。今許されたと信じるんです。十字架によって今許されたと信じるんです。先に伸ばさないでください。私も町田に住もうかなと思っています。ぜひ来てください。信仰は聞いてやってくるとあります。キューちゃんのお話を聞いて、聞いて、聞きまくります。アメン。田中さん、その通りです。信仰は聞くことから始まります。ヨシさんが最近寂しがっているから、構ってあげてください。イエス様に出会えた。それが最高の幸せだと思いました。アメン。アメン。アメン。そうです。イエス様と出会うことが最高のことです。イエス様と出会うことが最高です。イエス様がいると思う証拠はありますか？そうですね。信仰というのは、目に見えない神様を信じることです。ケイちゃんの聖に感動して涙が出ます。ありがとう。
アーメン、アーメン。アーメン。私のイエス様は心にいます。あ、どうぞ。あ、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。掃除してくれてるんですね。キューちゃん牧師の後ろから輝く光がイエス様のお導きのような気がしてなりません。アメン。証拠はありませんが、信じたことによって最高の幸せが訪れました。油注ぎによって、愛、喜び、平安を与えられます。まあ、それが、その、神様の証拠と言ったらいいでしょう。神様の証という感じですね。ユダヤ教徒をどう思いますか？イエス様を信じてほしい。イエス様を信じてほしいです。プロテスタントです。ユダヤ、イエス様のおかげでアル中が治った。アメン。アメン。イエス様のおかげでアル中が治った。はい、エイジさん、おはようございます。イエス様に私の命を捧げます。キューちゃん牧師も罪を悔い改めることがあるのですか？毎日です。毎日です。毎日悔い改めます。皆さん、悔い改めることは恥ずかしいことではありません。悔い改めることは必要なことなんです。私たちは、その御言葉に対して、悔い改めることによって成長します。御言葉に対して、自分は御言葉に対して間違ってる。御言葉を守ってないということを悔い改めることによって、変えられていくんです。清められていくんです。ですから、積極的に悔い改めるんです。いいですか？よく聞いてください。悔い改めたくない気持ちは誰でもあります。でもそれは間違いです。積極的に悔い改めるんです。積極的に悔い改める。もう、どんどん悔い改める。それがとても大事なポイントです。ぜひ皆さん、まあ、信じれば信じるほど悔い改めると言ってもいいでしょうか。信じれば信じるほど悔い改めるんです。悔い改めることは、自分が変わることなんですね。自分が変わること。どんなことで悔い改めるんですか？御言葉に対して、自分がイエス様の御言葉に対して、十分じゃないことを悔い改めるんですね。その、自分の言動、自分の心、自分の不信仰、不従順、不誠実。まあ、わかりやすく言うと、愛が足りないこと、愛がないことを悔い改めましょう。私たちは、愛に満ち溢れたものになる必要があります。十分愛しているということは間違っています。私たちは愛が足りない、愛が少ないと思うべきではないでしょう。溢れるばかりに愛満ち溢れたいと思いましょう。溢れるばかりに感謝をし、溢れるばかりに喜び、溢れるばかりに神の愛で満ちたいと思うべきなんです。それをもう本当に心から願い続けること。心から悔い改め続けること。それがとても大事なんですね。
それがとても大事なんです。ぜひ皆さん、悔い改めることを積極的にしましょう。神様は悔いた心、ひりくだった心を喜ばれます。神様は、その高ぶった心を喜びません。神様ご自身がひりくだっています。イエス様は本当に謙遜でへりくだっています。私たちはイエス様の弟子として、イエス様のようにそのイエス様のように私たちも謙遜になるべきなんですね。私たちはイエス様の弟子です。イエス様の弟子はイエス様から学びます。イエス様から学んで、私たちは神の子として成長します。高くされるものは低くされ、低くするものは高くされます。イエス様にひざまずく覚悟ができました。イエス様にひざまずく覚悟ができました。素晴らしい、素晴らしい。アメン。些細なことでも、悔い改めることによってイエス様に許されたと思うと涙が出ます。アメン。そうです。イエス様に許されるということがとても大事なことです。キュウちゃん、どうして日本が嫌いなの？いえいえ、日本を救うために伝道しています。日本を愛してるから伝道しています。勘違いですね、勘違いです。日本を救いたいから伝道しています。悔い改めたら何でもしていいの？いえいえいえ。悔い改めるっていうことは、罪を悔い改めるということですから、罪を犯していいわけではあります。日々暖かくなるのは、イエス様のイースターも影響しているのですか？まあ、その気温が暖かくなるということと、神様がだんだん働いていくというリバイバルは、だんだん神様が働くということを表しているのではないでしょうか。冬から春になる、冬から春になる、それは、その神様のリバイバルを表していると思います。日本に強いパワーを感じる、日本に強いパワーを感じる。ビル・ジョンソンがそのように言ってました。カトリックとプロテスタントの違い、まあ、本当に一言で言えないんですね。一言で言えない。カトリックが古くてプロテスタントが新しい。そして特にプロテスタントの中でもカリスマが一番新しい。そして一番その元気がいいと言ったらいいでしょうか。生き生きしているという感じでしょうか。カリスマ派は命があると言ったらいいでしょうか。神の命を受け取っている、神の命を受け取っていると言えるでしょう。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、進化論を間違っているのですか？間違っています、ね。進化論が間違っています。アダムはお父さんお母さんがいません。イブにもお父さんお母さんがいません。だから進化論を間違っているんです。
アダムは、その神様に直接作られました。エヴァはですね、エヴァはアダムから作られたので、二人ともお父さんお母さんがいませんから、ですから日からは間違っています。乙武さんも一人の救われるべき罪人です。乙武さんもイエス様を信じて、乙武さんもイエス様を信じれば、救われます、救われます。ファイナルメッセージですね。そういうわけで皆さん本当に、皆さんが放送に来てくださって感謝します。皆さんがイエス様の話を聞いて、イエス様の教えを聞いて、皆さんの中の毒が中和しています。皆さんの中に撒かれたサタンの嘘が、毒が御言葉によって中和されて、皆さんはその毒による苦しみが、あ、デイジェルさん、いってらっしゃい。皆さんの毒による苦しみが減っています。多くの人が苦しんでいるの。多くの人が苦しんでいるのは、その、多くの人が苦しんでいるのは、サタンの毒によって苦しんでいるんです。サタンの毒によって、多くの人は苦しんでいます。ですから、ぜひ、その御言葉をもっともっと聞いて、御言葉をもっともっと聞いて、毒を中和してください。毒を、中和すると、平安が来ます、喜びが来ます。毒が中和するとですね、何かこう苦しみが減ってきます。サタンの毒、なんか生々しい。本当なんですよ、皆さん。皆さんの苦しみはサタンの毒なんです。皆さんの恐れ、不安はサタンの毒なんです。どうやって治療すればいいんですか？イエス様を信じて、イエス様の教えを聞き続けるんです。学ぶんです。イエス様から学ぶんです。この放送を通して、真理を学んでください。そうすれば皆さんの毒は中和されます。皆さんの毒が中和されて、苦しみがなくなってきます。苦があって喜びがあるのでは。まあそういう部分はなくはないですが、でもその喜びを受けるためには、イエス様が必要なんです。喜びを受けるにはイエス様が必要です。御言葉自体に力があります。アメン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 。はい、それではですね、福岡で教会に通ってます。アメン、アメン。それじゃあファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、はい。皆さん、私たちはまず癒される必要があります。多くの人は毒で苦しんでいるんです。毒でですね、悩んでいます。まず、皆さん、イエス様を信じて、イエス様を信じて、癒される必要があるんです。皆さんの中の毒をですね、中和しなきゃいけません。イエス様の御言葉を聞いてください。熱心に聞いてください。本当に毒が中和されていきます。
本当に苦しみが減ってきます。本当に不安恐れがなくなってきます。すべての人がサタンにやられているんです。すべての人がサタンの毒で苦しんでいるんです。病気なんです。ほとんどの人が病気なんです。サタンの毒で病気なんです、ね。その血清って分かりますか？毒を中和するのを血清って言います。イエス様の血清が必要なんです。イエス様の血清が必要です。ぜひ、皆さん、イエス様を信じて、ね、イエス様を信じて、その、毒を消しましょう。毒を消しましょう。それじゃあ、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、サタンの毒を消してほしい。イエス様を信じて、サタンの毒を中和してほしい。平安が欲しい。イエス様によって解放されたい。イエス様によってその神の力が欲しい。神の力が欲しい人、アメンと言ってください。アメン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 。救われるチャンスです。救われるチャンスです。罪が許されるチャンス。罪が許されるチャンスです。天のお父様、感謝します。今日の放送を感謝します。今日多くの方が御言葉を聞いてくださったことを感謝します。今、アーメンと言った方々の、その、毒が、サタンの毒が中和されますように。サタンの毒が中和されますよ。イエス様、どうぞ、彼らを救ってください。彼らを救ってください。サタンの、毒を、中和してください。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。おはようございます。イエス様、どうぞ、彼らを救ってください。彼らを救ってください。感謝します。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。何か、放送が止まっちゃってるような感じですね。あ、すいません。何か、コメントが今ちょっと、しびれてました。はい、ありがとうございました。それじゃあですね、今日は本当に花見配信ができました。これから1週間ぐらい花見配信ができそうです。それでは今日夜8時ごめんなさい夜8時ですね夜8時ニコ生で放送します。ありがとうございました。シャロームシャローム。良い一日を。感謝と喜びの一日を送ってください。シャロームシャローム。